はい。えっ、ー、とですね、今日はね、主に、えっ、ー、と、まあ、スマートフォンや、えー、でのまあ撮影、まあ、動画撮影やライブ配信などに使えるちょっと便利なグッズをね、ちょっとあのょ紹介したいなと。はい、あ,あの、アマゾンで買ったんですけど、こ紹介したいなと思ってですこれ僕も使ってみて便利でですね、これあのいいのであの、紹介したいなと思ってます。でね、これどういう商品かというと、えっと、まあ、 こうやってね、リュックなど、まあ、別に洋服でもいいんですけど、まあ、主にじゃあ一応リュックとかいいんですけど、リュックとかにこう、は、挟んで、手を離らした状態で、ずっとここに置いて、あの、まあ、固定できるっていうものなんですよ。で、それはま、撮影とかに限らず、まあ、自転車とか、もちろんこう、取り外さなきゃいけないからあれなんですけど、まあ、画面を見なくてもいいような状況とか、とりあえず置いておきたいっていう。例えばその撮影とかで、ここに胸にこう、つけて、景色を撮りたいと。 外側の景色を撮りたいで自分の手はフリーにしたいっていう時とか山登りであったりとかどっか探検に行くとかそういう動画の場合は常に自分のここにカメラがあればかなり、あのーまあ、便利に撮影ができるということも使えるしあとリュックとかだけじゃなくてちょっとした、まあまりにもあの あの、太い棒とかじゃダメなんですけど、ちょっと細いところとか、ちょっと板とか、ちょっとしたところこういうところとか、であれば、こうやってキュッて挟んでもそこに固定できるんですよ。だ結構こういう、じゃあここら辺撮りたいとかね、作業動画を撮りたいっていう時に、胸元にこうつけておくと、その自分がちょっと作業してる様子が撮れると。まあ、より本格的な作業をしたければ頭につけるヘッドヘッドにつけるっていうものがありますけど、まあ、そこまでいかないっていう時に、スッとリュックにつけておいて、スポッて、 このシャツの間とか、こういうジャケットの横とか、リュックの,あの紐の部分につけると、すぐにこう物がであの、すぐに異常、あれ、撮影ができるという便利グッズです。意外とその、ここにつけてやりたい時ってやっぱ手で持たなきゃいけなかったりするので、角度が難しかったりとか、両手がフリーにならないと思うんですけど、それができるのがすごくおすすめなんですね。はい。でね、あの、価格はやっぱ Amazon とか変動するんですけど、まあ、1000円はいかないぐらいかな。 なんか800円前後だと思います。一応こういう感じになってましてですね。はい。今まあ、こうやって、ね。まあこういうケースも、まあケースはまあなんか別のことに使った方がいいと思うんだけど、まあまあケースも一応ありますし、まあ入れとくこともできるしね。バッグの中に。まあうん。で、これですね。で、一応部品がこのクリップ。クリップ。かなりね、かなり弾力。 かなり強いですね。だからといって、リュックにこうつけたからって、こう傷つくかつくかつくかって言ったらそうでもないんだけど、やっぱ結構ギザギザだから、うん、結構ギザギザなんですよ。だから、すごいこう傷とか気にするんであればちょっとあれですけど、でもあんまり傷になるっていう感じじゃないかな。ズリってやんなければ、うん、っていう感じはありますかね。かなり強い、あの、かなりパワーがありますね、これはね。で、これ実際これそのスマホを取り付ける部品と、まあ、あとこの部品を、これをくっつけてですね、はい。こういうのを、えく、ー、っつけて作りますね。 はい。で、どう作るかというと、まあ、この中の部品1個出して、もう俺何回か作ったんですけど、それで使って、実際自分が使ってこれ使えるぞっていうことで使ってるんですが、あの、なんだっけ、そうそうそう。で、こういう感じ。で、まぁ、あ、ね、まあ、若干、自分が思ったよりも、がっつりは固定されないところはあります。やっぱりこの、固定する部分が紐とかだから動くんで、どうしてもほにょほにょしちゃうところはあるんだけど、でもやっぱり、もう、 スマホ落としたら終わりみたいな、極端なシーンじゃなければ使うことをお勧めするかなっていう。ちょっとした自分が動きながらつけて動くっていう、まあ、まあ激しい運動じゃなければ、特に探検。まあ自転車乗りながらってのはちょっと微妙かなと思うけど、でも逆に紐がっちり強くしておけば、うん、結構、まあこの製品はかなりがっつり、あの、これもかなり、あの、強いですし、実際こ部品も頑丈な、ちゃんと作られてるので、だからまあ、これがどうっていうよりも、その、 つける方、つける方のリュックの紐がガッチリとか、どこにつけるかによってっていう感じですねで。ちなみに俺は結構木とかにつけたんですよ、木。公園の木とかにつけて撮影してもそれはできるので、しかも結構、どの角度でもいけるので、あの、かなりね、あの、用途は広いんじゃないかな。ちょっとしたこう、ものには挟めるので、あんまり大きいとこ、一回大きいとで挟んだら壊れちゃったんですけど、このバネが壊れちゃうぐらいの太いもんでなければ、極太のね、 私の股間、私の股間のような大きさでなければいけると思いますね。ちなみにこれ股間挟んでやばいぞ、これ。これは、拷問ですね。はい。はい。で、まあ、そういうことで、えー、って、じゃあまあ実際作っていこうと思うんですけど、まずね、この、えー、っとね、なんていうかな、この、なんかワッシュ、ね、クラッシャーみたいな。まずこの、はい。こっちが、まあ、こっちが表面なんだけど、この、この挟むんですね。裏面にこういうものがあるんですよ。 ここにまずね、あれをつけますね。はい、まずここに、この、この部品を付けます。あ、落ちちゃった。赤。これなんかさ、こういう時にさ、俺せっかく作ったものをさ、結構ホコリが、だせっかく、結構神経質なんか押しなきゃ、せっかくこういう作るものってさ、結構あの、ホコリとかついちゃうとな、中にホコリがずっと入りっぱなしのような気がするじゃないですか。意外と神経質じゃないんで、まあなんか、なんか意外とね、俺そういうとこ考えちゃうんですよね。 なんかねそう、せっかくこれから作るものが誇りま、なんかこのほこりがずっとここに入りっぱなしになるみたいな気持ちがし嫌だなっていうね、結構あったりするんですよね。意外と。意外とこう見た意外と神,神経質と違うんだけど、全然潔癖症とかじゃないんだけどね。はい、はまりました。ね、こうやってはまりました。で、はい。で、ここにですね、あれをつけます。 あれ開かない <laughs>、はい、ここにねこっちがこう止めあのあれになってるんでこっちが逆かですね逆側にのこの見えるかなここですねこの溝になってるところにこれをかませますね、うん、これをかませますこの真ん中にね この溝になってるところと溝になってるところのちょうどこれをかませます。はい。これをかませると。それで、こう、このこいつをつけて、こいつをつけて、ああ、なんか熱いな。これ、女だったらこう,こうやってやって多分再生回数伸ばすことは可能ですよね。<laughs> でも結構男の人は鎖骨が好きな人もいるらしいです。結構俺のライブ配信とかのリスナーさんも、そういう人がね、 結構、結構エ,エロい女が多いっすね。あの、鎖骨が好き。結構俺、僕は結構、割りかしこち鎖骨はチャーンポイントですね。はい。まあまあ、そうはいいんだけど、そんなことは。うん。で、こう、つけるでしょ。そうで、はい。で、で、この上にですね。あれこれさ、子供の頃なんか、これこう壊しちゃってさ、なんか、全然さ、 あ、開かなかったって経験あるよね。これ最、最初失敗するとさ、結構ベトベトの手でやったりするとさ、山を壊しちゃってさ、永遠と開かないっていうのありましたよね。で、これにね、はい。この部分にこれを付けます。まあ、実はあの、ちゃんと手,手順は書いてあるんですけど、まず、もう一回おさらいすると、この裏っ、これが,がおお表面ですけど、この裏っ側のカシ,ャってカシャっていう部品をつけて、で、そ,それにこれをね、この、 動く部分。この動く部分を噛ませて、溝に。それで、ネジで止めると。はい。で、最後にこのスマホ部分を、スマホ、スマートフォンを固定する部分をつけます。で、結構、このポイントでいいところは、この商品は縦型も横型もいけるんですよ。こう。ね。最初からこう縦型でも横型でもいけるから、好きな方につければいいと思いますが、一応基本となるのはまあ縦型としていきますか、じゃあね。うん。だし、その縦型と横型を決めても、その後どんな角度でやってもまたいろんなパターンが、 あるので、かなりね、そこがね、有用です。でまあ後で、後ろの子、で、後ろのうあれで止める形なのであの、自分の硬さは調節できるけど、ただ、ネジ側を締めるんじゃなくて、あネジの方をこう持って固定して、部品の方をくるくる回した方が、早いかなっていう。感、う、じ、ん、ですね。結構かなり硬い。かなりちゃんとした商品ですね。うん。で、いろんなところでこう調節をできる要素が多いので、いろんな角度が可能っていう。うん、ですね。はい。 いやこれですね。で、ただ、一個ポイントなのがね、動かせるのが横だけなんですよ。横だけ。つまり、まあ、こうつけてもいいんだけど、要するに一方向なのね。要するにこ、こうつけたら横だし、こうつけたら縦だしっていう。で、こうつけたらこうだしっていう感じで、要するにね、あの、左右か、左右もしくは、あの、上下しか動かせないんですよ。あの、角度によって。だつまり、 あの、取り付ける場所によって少し考えないといけないかなっていう。それに関しては。うん、ちょっと取り付ける場所を考えないと、上下が左右のバランスは全部できないんですよ。じゃあ、ここで、ここにつけるでしょ。ここにつけたら、ちょっとここにつけますと。やっぱ、やっぱこういうとこじゃね、やっぱ弱いんだけど、結構、あの、じゃあ、例えばさ。まあ、じゃあ、例えばね、これにこうやってつけられるんですけど、ここにスマホをつけます、こうやってね。はい。 こっちなみにこれ、ちなみにヤフオクで買ったら2000円のスマホですね。そう、こうやって、こうつ付けますよね。こうやって付けますと。で、こう固定するわけ。ね、つまり、こう、こう付けるの、ここにね。ここに付けます。こうやって、こうやって付けるわけ。こうやって付けますね。こもね。はい。こうやって付けると。はい。で、こう付けたら、その固定されますよね。やっぱあれだね。こういう洋服じゃ弱いですね。じゃまあいいや、この、いいや、胸で。おっぱい出て、出てちゃうけど。でもこう、付けると胸に。そしたら、ね、こうやって胸につけた場合、はい。こうでしょ。で、 こういう場合は上下動かせるのよ。上下。ね。上下動かせるんですよ。で、これを縦じゃなくてよ横にした場合ね。横にした場合は、はい。で、こうやってよ横にした場合は、左右。ほら、ね。左右。左右。はい。左右ね。うん、左右。どう、どういうしかっていうと、つまりこの、この、この形状をね、こうやって、ここに、ここに溝にかましてるわけですよ。だから、こうしか動かないんだよ。 だから、縦がいけないんですよ。だその縦とかもしくは、こう縦にした場合は、この横がいけなくなっちゃうわけ。うん。ねほら。つまり、どういうことま、要するに、だから、この角度、だから、つまり、その、自分が調整したい方に、こう縦横を変えると。こうつけるのか。洋服とか、その、いざとか。何でも、固定する前に、こうつけた場合は、左右しかいけないし。ね、横につけた場合は、横にしかいけないし。で、こう縦につけた場合は、縦にしかいけないしっていう。でも、逆に言うと、今度はこの、でも、この、 上下左右横型ってか、反転ができるんで、またじゃあその変えたりとか、そういうふうにできるんですよ。うん。だそのその、のそ、の代わりどうしても動かせない範囲もあるから、そうする場合はもう最初からつける角度を考えたりとか、つける方向性を考える。そこは若干手間ではありますけど。うん、でも基本的に、まあ、でも基本的には、あのー、まあ、横につけて、リュックなどの紐にこう横型ですね。こう横、うん、こう横につけて、 ま、左右で動かすのがいいかな。だって、上下に関しては、あ、どうだろうな。そま、人によば、まあ、場合によるよるか。そうですね。それは場合によりますね。あと、この、つける角度を変えて、こっち側につければ、また違う動きにもなるので、そこはどう角度をするか自分で、無限大、まあ、まあ、まあ、無限ではないけど、まあ、いくつか、10パターンぐらいだと思うんだけど、あの、はい、ありますんで。はい。すね、はい。というわけでですね、実際、これね、というわけで、えー、実際ね、これを完成したので、はい。 あの、やっていこうと思います。で、実際、形として今、アンテとか一緒だけど、なんか <laughs>。はい、えっ、ー、とですね。ま、あ一応、これですね。こっちで挟む。これ挟む方で、こういう、ね、これで変えられると。で、もし、こう、縦に挟めば、これはこう変えられると。でもしあとは、その、縦横変えられるし、ね、こう、縦横変えられるし、えっ、ー、と、ま、あこの、こっちの方向に変えれば、また違う角度に、 できるっていうことですけど、まあとりあえず一番基本となる形でいきたいなと思います。だい,だいたいこう縦、最近は縦型動画も多いから、縦に撮りたいなって、昔は動画はもう横だったんですけど、今は結構縦型動画も TikTok とかね、Instagram とか縦型が多いので、まあ縦型で撮りたい人も多いと思うので、まあだから一応こう縦型で、とのか横ですね、これですね、これ、はい。結構硬い。子供じゃちょっと無理かなって感じの硬さですね。で、このリュックです、リュック。リュックの、ここにつける。 ここにつけると、ね、こうなる。はい。ね。こうやって。実際、じゃあ、これにねあ。あの、はい。これで、こういう感じですね。こういう感じ。うん。で、こういう感じで、こう、はい、こうやって。横、左右これで動くことができるし、でかなりね、 あのー、まあそれなりに動くけど、ちゃんとリュックの紐を固定しておけば、リュックの紐を固めにしておけば、全然、普通には。普通にこう歩い,、うん、歩いたりする分には全然なんともないです。普通にこうやって。はい。普通に今度これ,これ使って歩く動画も撮りたいなと思うけど、普通に、ほら、普通にね。はい。普通に、ちょ、ちょっと実験しましょうか、じゃ実験。普通にこれで。ラーバーンデスアイトアンいや、さすがにこれは落ちるか。さすがにそれは落ちます だからまあ普通にダンスとか踊ったりとかしなければ、だから、うん、大丈夫かなっていう。まあそこ、まあ、あれね、ここはすごい硬いのよ。ここはすごい硬いんだけど、この、この固定部分。たこの、このスマートフォンのこの部分がね、案外普通、案外、まあ、弱くはないよ。弱くはないけど、がっつりじゃないんだよね。だからもしこの部品を変えればよりパワーのある、そうです。なんか、うん、なんかその、あれ、ね、もっとこう、激しいう運動の時、基本的にそこ,この、 ここは同一規格だと思うので、基本的に同一規格だから、ここは、スマートフォンのこの部品に関しては、固定。だから、もちより強いネジで締められるやつに変えれば、もっとその、まあなんか、激しい動きをすれば OK。あ、しても OK って感じになると思うんだけど、今の現状だとやっぱりこれぐらいかな。うん。これ別に普通にこう、多少の上下運動とかであれば全然、あれですね。うん。 なんか結構、まあ、ヘッド、さっきみたいにこう、ジャンプしながら踊るとか、ヘッドバンキングをするとか、あと、何ですかね。あと、これで腰振り、腰振りセックスをするとか、そういうことであればちょっと、あれだけど、うん、普通のやってる分には全然、普通に、はい、普通にやる分には全然なんともないですね。<laughs> ほら。はい、さっきね、こう、飛んだり跳ねたりしなければ、全然、結構、ほら、 結構こうやって動いても全然ポン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 はれないです。さっきみたいにこうやっぱりね、あの、飛んだり対したりしたあれだけど、全然、さっきは固定の仕方が悪かったのかな。もう一回挑戦しますかもう一回これ、まあ。一応2000円の端末だからさ、なんとなんとかなってもまぁ正直あれなんで。わンランらーンですあ、ダメだ。やっぱこジャンパーダメですね。<laughs> ジャンパーダメだけど、まあ、普通に使えると。いうことは分かりましたね。だから、歩ってる分には全然何も問題ない。 と、はいう、えー、わけで、これはね僕はかなりおすすめなので、僕は結構探、ねえー、探検とかで、検とかで特にあ,のあれですね、あのー、何例えば、えー、とライブ配信をしながら動画はここで撮るとかね、ねライブ配信をしながらそのけ景色の動画はこっちで撮るとか、あ写真を撮りながらこっちは動画で、自分のこっちの端末で写真、じゃ例えば。 じゃ、例えば、も、あの、もう一個、こっちの端末で写真を撮って、ここの、こっちの端末で動画を撮るとか、あと、こっちの端末で、えー、動画を撮りながら、動画写真を撮りながら、こっちの端末でライブ配信をするとか、もしくはその逆とか、とにかくいろんな要素。だし、実際こう手をフリーにしながら作業する。なんかもう物を作るとか、あとじゃあ、散災撮りに行くとか、何かこう、探検して機能、 なんか珍しい動物を見つけるとか,とかもしくはその草むらを探検して何か探すとか森の中探すとか両手をフリーにしながら撮影ができるんですよ、そこはかなり大きいしずっと外まあインカメラは無理だけどでも角度によっては工夫すれば例えばずっとこのベルトのらへんから自分をこっちに映すことも可能だったりとかもするしあの自分の方を映すことも可能ではあるけど基本的にはまあここにつけて外を映しながらっていうのにすごく適しているっていうね。 あの、ピコン。ま、ちょっと一個問題があって、まあ、こういう製品ってすぐ使いたい時に使いたいけど、リュックの中に入れちゃうと、ちょっと出す時にまあ嫌ってなっちゃったりとかするし、ポケットにはちょっと、まあお、ね、かさばる結構こういう、 出っ張ってるサイズだからっていうのもあるし、ち、じゃ、かといってまたリュックを下ろしてリュックの中からいちいちまた出してそこにつけてってなると、肝心な場面とかやるぞっていう時にちょっとみたいなのもあると思うんですよ。だから、僕は、こういうふうに一応取り付けてますね。はい。おなんていうかな。縁の部分にこう挟んでつけてますね。そう。まあ、結構ね、案外こう、か、形的にかさばるんですよ。こう、こういうふうに。 だから、リュックの中に入れると結構場所通っちゃうし、変な池、結構いびつな形もしてるし、うん。だし、ずーっとここに付けっぱなしっていうのもちょっと、やっぱりなんか,っか、っどっか引っかかっちゃったりとかするし、まあ、ダサいっちゃダサいじゃないですか。だから、こう、リュックの裏の、縁の部分とかに僕は縁の部分に噛ませて、あの、中にしまい込む。まあ、こういう被せ型のリュック、まあ、いろんな、それぞれのリュックあると思うんですけど、俺はこうやって中に入って人にぶつかったりしないように、あの、 はい。で、こっちだったら、まあ、リュックよりの幅よりもこっちの方が小さいので、こっちのこっちの下の方が大きいから、まあ、そうやって、配慮も兼ねて、 はい。こうやって付けて、いつでも撮影ポッて撮って、ここにパコッて付けられるようにしてますね。まあ、で、かさばったら邪魔にならないしっていう。まあ、ちょっとこういうデッドスペースにつけるように、僕はしてます。ぜひ参考に、被せ方のリュックの人はぜひ参考にしてください。これだけはまあ、その変に目立ってしてないし、なんか部品の一つみたいな。本当はあんまりこういうの付けないんだけど、まあ、すぐ撮影ができるようにね、ちょっとかっこよさを少し、まあ、諦めるっていうか、とこもあるし、まあ、そんなにこう目立たないんでね、意外とね。だから大丈夫だと思います。こ,こういう手もあるかなって感じですね。はい。 僕はここにつけてます。こことここにね、2個ポンポンとつけてすキラリン。ちょっとリュックなどにつけるっていう方法だけじゃなくて、いろんな柱とかパソコンとかそういったいろんなものにもつけられないのかってことをちょっとね、実験してみたいと思います。考えてみたいと思います。ただパソコンの横とか、パソコンの上とか液晶のどことか、このパソコンの液晶の銅とかにつけてパコッとこっち向かせれば、パソコンで調べ物とかなんかやりながら、 とか、もしくはなんかやりながら、はい、ライブ配信とか撮影とかっていうこともできるんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと怖いですね。これ割れちゃうかなか、けかなりやっぱ強いんで、液晶はちょっと怖いですね。液晶もしこの上いや、上あれなら上だけど、まあいや、でもなんか割れそうだし怖いですね。ちょっと逆に強いっていうことかな。はい。あと椅子ですね、椅子。まあ、この言う椅子のね、まあ、椅子のこういうぐらいの、あれですよ。まあ、一般的な厚さの木ですね。こういうので余裕で取り付けもほら。 ただこの角度がどうしても上になっちゃうんですよね。どうしてもこう、なんていうかな、木も少しこの椅子も斜めってるんですよ。だから、グイってなっちゃうけど、こう高さはこう調節できるんでね。そう。結構その、意外と、すごく正面、すごくまっすぐなところじゃないと、やっぱやりづらいっていすごくまっすぐなところじゃないと、取り付けづらいのはあるけど、やっぱり意外と動いちゃうんです。意外とその、 パコパコしちゃうんですよね。で、やっぱ細いところは絶対ピタッとはまるんだけど、ちょっとパコパコしちゃうかなっていう。で、まあでも上下で反動もできると。こうやって変えられますし、うん。っていうね。例えばじゃあ、あとこういう、まあ、この太さは微妙だな。この太さはいけるかな。あ、あ、いけますね。この太さだね。この太さいけますね。これまあ上下左右、またこう左右も動かせるし、みたいな。こういうパターンもあるしっていうね。またその逆に角度を変えて、あの、横立てで変えれば、あの、こうも動かせますしね。 結構いろんな面に使えると。うん。そうだからリュックとかだけじゃなくて、かなりいろんなものに使えるってことですね。はい。ぜひね、この僕もね、参考、使ってるので、参考に、ぜひ使ってみてください。よかったら、あの、がん概要欄のところからね、商品紹介してますので、そこからね、あの、購入していただけると、と思います。はい。それではまた。どうも、したちょっとおまけです。こ個ぐらい買ったんですけど、全部の商品でこれが1個余るんですよね。 多分予備なさっきほら、あの、ネジ、ネジが止まってる、固定されてる方の、最初からこれがついてるんですけど、なんか取れちゃった場合の予備なのかな。多分そうだと思います。はい。多分そうだと思います。なんか全部余るんですよ、1個ね。こうだと思いますね。はい。